まあ、喘息というのは、まあ、呼吸がうまくできない状況の時ですよね。まあ、子どもの喘息もありますし、まあ、大人の喘息もありますね。老人の喘息も私何人か見てます。やっぱり男性なんかこうステロイドを使ったりとかして、そうすると呼吸がね楽になるんで使うんですけど、またぶり返して呼吸が苦しくなるんですね。もう一人のおばあちゃんは全く薬を使わないでいつも格闘してますけどね、もうやっぱり痰が出ると抜けるって言ってますね。季節の変わり目にやっぱりこう喘息が出やすくて、まあ、今のこの暖かい時期はかなり楽そうですけど、いろいろなこと熱心になさってますね。スクワプルハグっていうこの呼吸法、こう人差し指を眉間に当てて、親指が右の鼻で、右のここで左の鼻をこう挟むんですね。で左側を離して息を吸います。止めて右側から息を吐く。で右側で吸って、止めてしばらく耐える。で左側から息を吐く。吸って止めて右から息を吐く。これスクワプルハグっていう呼吸です。これもかなり楽になるっておっしゃってましたね。でその要はやっぱりこう右側に書いてある6歳8歳12歳っていうのはある意味後期なんですね。そういうタイミングで乗り越えていくと呼吸器が強くなるんですけど、そこで薬を使ったりとかすると、このやっぱりお年をとっても、呼吸器が育たないままね、なるんです。で呼吸器を一番育てる病気っていうのはね、はしかなんです。でもさっき上ので生体受けた人とね、大阪ではしかが出たらしいんだけど、知ってます？ではしかが出たんだって。そしたらそのデパートでこう2人くらいかな、40歳くらいの人がなったらしいんだけど、2人出たっていうのと、あと1人は東京大阪間を往復したらしいのね。でその時の乗っている電車と車両まで公表してたんだって。もうなんかはしかが細菌兵器かみたいな状態になってるんですけど、もう本来はしかっていうのはそういう呼吸器を育てる病気で、まあ、だから命定めとも言われたんです。うまく経過しないと呼吸が止まってしまうんで、怖いって言われたんですね。だけど私たちの立場からすると、はしかを上手に経過させると、その家系的に呼吸器が弱い家系の子供が強くなるんです。これは意味がありますよね、すごく。まあ、そういう意味でははしかが大事な場所ですけど、喘息というのは大体ね、ここにも書いてありますが、喘息の種類って書いてありますが、怒られた時、怒られた時って人間胸張れないですよね。こうなりますよね。そういう状況の時喘息を起こす。それから食べ過ぎた時、食べ過ぎた時というのも実はこうやって背中がこう丸くなってくるんです。だから喘息を起こす子どもは、まあ、異常に食べるっていう、夜にねしたいとはしますね。異常食欲に関係してくる。それから、目の使いすぎも関係ありますね。一日中ゲームやった日とかね、なんかパソコンやった日とか、そういう時に、喘息になります。まあ、子供なんかは喘息を起こす時にそういうパターンを見てると、ああ今日食べ過ぎてるなって、今日 夜荒れるなとかね、そういうのは分かります。で発作は止めない。要は咳とか喘息もそうなんですけど、こうやって背中伸ばして息吸ってみて吐きますね。ところが体をくぼめて
思いっきり猫背して背中を丸めて息吸ってみてください。ってなりますよね。よく喘息持ちの子はこういう呼吸しますね。ってなりますね。気管がもう狭くなって呼吸できないんですね。ですから、まあ、その猫背にならないような、指導をしていかなきゃいけない。だから、まあ、自信を持たせるとかね。厳しい親の元で育った子供で喘息起こすってあるんです。こうなってくるからね。あとガミガミ動くせにこういつもこうガーッと攻められると旦那さんがだんだん喘息になってくるとかね、そういうのはあります。だから、まあ、そういう意味ではこう胸をこうやって張って育てられないこうなってくるとなりやすいね。でそれが胸が張れるようになってくると呼吸が深い呼吸ができるようになります。まあ、いずれにしろこういう痰が出ないっていうのは注意が必要なんで、まあ、痰が出た方がいい。そのおばあちゃんもね、痰が出ると楽になるって言って、もうその痰をこう出すのがね、大変だって言ってますけど、もう夜寝れないと、もう音符と活言運動とね、もうそれでやってるっておっしゃってましたけどね。あとはまあそういうおばあちゃんの時に結局前後運動ですから、こういう運動がすごく意味があるんですね。だからこういうふうな運動とか、こういう運動、これは腎臓に関係あります。こうやってやっておくっていう優しい体操をするだけでもだいぶ違います。ちょっとやってみますか。こうやってこうくぼめて出してと前後運動、それから左右ですね、くねらせ、頭とお尻がこう寄り合う感じ。本当にこう年を取ってきた人って運動ができなくなるんですよ。だから、まあ、太極拳とかヨガとかねやれればいいんだけど、なかなか大変じゃないですか、ヨガとかやるのもね。でもこの体操はすごくシンプルで効果あります。四つ足体操、体を左右に動かすのと前後に動かすっていう、この2つをやっておくだけでも、声帯でいう呼吸活点と腰部活点を調整することになってくる。非常に意味がありますね。で、まあ、喘息というのはさっきも言ったように体がこう丸くなってくる季節動きですから、このまず呼吸活点が硬くなってきます。なぜ小児喘息が大人になったら治るかというと、精が育つからね。精が育つとお尻が上がってくるんです。そうすると今までこうなってたのがこうぐーっとこういうふうに反ってくる。まあ、その一つとしてね、肝臓関係あるんですね。肝臓ってこう手を当ててると反りやすいんです。ないとこう反りづらいんだけど、手を当てると反りやすい。ちょっとやってみましょうか。皆さんお尻をこう引き上げるの、ギュッと。それ肝臓に手を当ててるとスッと安易にいくようになる。これがないとこう反りづらいんで、ちょっとね、一人の人がねお尻持ち上げてみて、寄せてキュッと上げます。でその上がり具合を覚えておいて、何回かやっておいて、で、右手で肝臓に手を当ててみてください。そうすると上がり方が上がりやすくなる。どうですか。で手を離してみて、でもう一回お尻上げてみてください。手を離して当てておくとやりやすくなります。肝臓に手を当てるとお尻が上げやすくなる。だから腰の反りというのは肝臓に関係があるんですね。で、そういう喘息を持っているような子どもたちも食事指導します。4日間ほど栄養度のないものを食べさせて、3日間栄養のあるものを食べさせる。そうすると肝臓が育ってくるんです。そうするとお尻がギュッと上がってくる、まあ、そういう関係性がありますね。まあ、この呼吸活点というところがぐーっとこうくぼみができてくると、お尻がこうやって反ってくるわけです。そうすると胸が開いてきます。ここが硬くなると非常に息がしづらくなるんですね。さっきの体操をやるとですね、例えば、そうでやってて、でこれをやってて、上げたり下げたり、これをここの呼吸活点に当てるとこれはやりやすくなります。やりやすいね。
これないと硬くなる。だからここが呼吸の要なんです。でここが硬くなると、だから腰がこう反らなくなって、息ができなくなってくるんですね。だから年を取ってくると、だんだんこれが、さっきもやりましたけど、これが突出してきます。ここが硬くなってくる。そうすると息ができなくなってくる。そうすると吐く専門になってくる。